こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は五日町女子高生マルガイ事件について解説していくぜ。これは2003年に夏祭りに遊びに行った女子高生の S さんが突然行方不明となり、3日後に変わり果てた姿で発見された事件だ。犯人は捕まってるの？いや、現在も犯人逮捕どころか容疑者の特定もできていなくて、捜査は難航を極めているんだ。どうしてそんなに捜査は難航しているの？では今から、五日町女子高生マルガイ事件が起きた経緯や、捜査が難航した理由、残された謎や、推測される犯人像なども深く掘り下げていくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。2003年7月9日の午前9時45分頃、茨城県佐島郡五日町内で散歩中の近所の住民が、用水路の中で若い女性が倒れているのを発見して、110番通報した。はじめは人形か何かだと思ったらしいが、どうも様子がおかしいと思って近づいて、人間の丸体だと気づいたらしい。散歩していて用水路に丸体があったら、かなりびっくりしたでしょうね。S さんだとすぐ判明したの？いや、現場には S さんの身元が判明するものが、一切残っていなかったことから、発見当初は身元不明の丸体として処理されたんだ。所持品が何も見つからなかったの？そうなんだ。だからテレビなどでも当初は、身元不明の丸体が発見されたと報道された。じゃあそこからどうやって S さんだと判明したの？ S さんは発見の3日前の、2003年7月6日から行方不明になっていたんだけど、報道を見た S さんの家族が発見の翌日、警察に、うちの娘ではないか、と問い合わせて身元が判明したんだ。家族から連絡が来たことで身元が判明したのね。S さんの家族は S さんが行方不明になった後、警察に捜索願いは出していなかったの？ああ。だから S さんの家族が、偶然テレビを見ていなかったら、身元判明はもっと遅れていただろうな。そうなのね。S さんはどんな女性だったの？じゃあ次は S さんの素顔に迫っていくぜ。S さんは事件当時、通信制高校に通う15歳の高校1年生で、東京都足立区のマンションに、当時52歳の母親と16歳の兄と3人で暮らしていた。発見現場は茨城県だけど、S さん自身は東京都に住んでいたのね。S さんの家庭には父親はいなかったの？父親はいたんだけど、別居中で大阪府内に住んでいたんだ。S さんの父親はヨルダン国籍の男性で、彫りが深い顔立ちだったこともあり、娘の S さんも目鼻立ちのはっきりした容姿で、身長も170センチ近くあり、スタイルも抜群だったという。そのため15歳にしては大人びた印象で、周りの目を引く存在だった。S さんは日本とヨルダンのハーフだったのね。そうだ。中学時代の同級生は S さんについて、明るくおしゃれで可愛い子だった、と証言していて、中学時代から学校内でかなり目立っていたらしい。また自由奔放な面もあって、中学校の3学期と卒業式には出席しておらず、友人たちと仲間だけで卒業式をしようと、男女10人ほどで集まったりもしていた。卒業式に出なかったの？かなり自由奔放ね。それで S さんは中学卒業後はどうしたの？都内の都立通信高校に入学した。通信制の高校ってことは、普段は通学しないで自宅で勉強していたの？一般的な通信制高校は、週1回から2回程度登校するケースが多いぜ。S さんが通っていた高校は、毎週日曜日に任意出席の授業があったらしいんだけど、S さんはその授業にも出ていなくて、学校側は入学式に S さんと会ったきりだったらしい。入学式以来、学校に行っていなかったのね。ちなみに S さんが通っていた高校は上野にあって、もともとは全日制のみの高校だったんだけど、1948年から通信課程が設置されていた。通信制高校って言うと、歴史が浅いイメージがあるけど意外に古くからあるのね。ただ、事件の3年後の2006年には、閉課程となっているけどな。じゃあ今は S さんの通っていた通信制はないのね。学校に通わないで S さんは家で勉強していたの？勉強もしていたかもしれないけど、入学から1ヶ月後の2003年5月中旬あたりから、埼玉県草加市内の洋服店で、週4、5日ほどアルバイトを始めているから、週のほとんどはアルバイトに費やしていた感じだろうな。東京から埼玉までアルバイトに通っていたの？大変じゃない？東京から埼玉といっても、S さんの住む足立区はすぐ隣が草加市で、足立区内の駅からアルバイト先の草加駅までは、電車で10分ほどとかなり近い場所にあったんだ。都県は違うけど距離的には近かったのね。そうだな。そしてアルバイトを始めた2ヶ月後に、事件は起きてしまったんだ。2003年7月6日のお昼過ぎ、S さんは自宅にいる父親に、午後8時くらいには帰ってくる、と伝えて外出した。自宅に父親？
父親は大阪で別居中だったんじゃないの？事件当時は S さんの母親と兄が、母親の実家に帰省していて不在だったんだ。だからこの日はたまたま父親が、東京のマンションに訪れていた。S さんが一人になっちゃうから、父親が東京のマンションに来ていたのね。S さんは母親たちと一緒に帰省しなかったの？S さんも一緒に帰省するはずだったが、アルバイトなどの予定が入っていたので、後日母たちと合流するつもりだった。そうなのね。それでその日は、S さんはどこに行ったの？その日はアルバイトが休みだったから、草加市内で当時20歳のアルバイトの同僚女性と、待ち合わせて食事をして、電車で越谷市に移動して服を買った後、午後6時頃に同僚女性と別れている。その後、S さんは買った衣類に着替えて移動した。同僚女性と別れた S さんは帰宅したの？いや、その後は電車で草加市内の夏祭り会場の神社に向かったんだ。夏祭り？ああ。草加市の八塚駅近くの神社では、毎年7月の第1土曜日と日曜日に夏祭りが開催され、地元の商店街のみこしが出たり、神楽公演などが行われるんだ。夏祭り期間中は2万人ほどの人出があり、神社の境内にも100以上の屋台が出るほどだった。そんなに大きな夏祭りなのね。そうだな。S さんはその夏祭りに、友人と行く約束をしていたらしく、別れる際に同僚女性に、これから友人と神社の祭りへ行く、と言っていたらしい。じゃあ同僚女性と別れて、友人との待ち合わせ場所に向かったのね。ああ。でも午後6時半頃に、夏祭り会場近くの駅に到着した S さんが、友人に電話をすると、友人に、都合が悪くなり夏祭りに行けなくなった、と言われてしまったんだ。あら、ドタキャンされちゃったのね。それで S さんはどうしたの？友人から神社までの行き方を聞いた後、とりあえず一人で夏祭り会場に向かいながら、一緒に祭りを楽しむ相手を求めて、複数の友人にメールや電話をしたけど、急なこともあって来てくれる友人はいなかった。友人に行き方を聞いてたってことは、その神社に行くのは初めてだったのね。急に友人が来られなくなって、S さんは結局一人で夏祭りに行ったの？ああ。午後7時半頃まで電話をしながら、夏祭り会場内を歩く S さんが複数目撃されているから、一人で会場をうろうろしていたと思われるぜ。夏祭りに来てくれそうな相手に電話しながら、会場内をうろついていたのかもね。一緒に来るはずだった友人が来られなくなって、暇を持て余していたんじゃないの？最初はな。でも午後8時頃に当時17歳の、かき氷屋のアルバイトの女性店員と意気投合して、店の売り込みなどの手伝いをすることになったんだ。かき氷屋の女性店員と S さんは知り合いだったの？全くの初対面だ。S さんは女性店員が親切にしてくれたことから、優しいお姉さんだから手伝ってあげる、と言って自ら手伝っていたらしい。それで仲良くなってお店を手伝うなんて、S さんはかなり社交的だったのね。その時点で父親と約束した帰宅時間は過ぎてるけど、父親から電話とかはなかったの？父親は S さんが帰宅しないことに心配して、S さんの友人に電話をかけていたという情報があるから、S さん本人にも電話していたかもしれないな。でも父親が電話をかけた友人たちの中に、S さんの行方を知る人はいなかったという。そっか。それで S さんはその後どうしたの？かき氷屋の女性店員によると、S さんは1時間ほど店の手伝いをしていたが、午後9時10分頃に S さんの携帯電話に着信があって、誰かと何か話した後、帰ると言われたらしい。女性店員は、お店を手伝ってくれたお礼がしたい、と言ったが S さんに断られて、機会があればまた手伝うから連絡ちょうだい、と言われて別れた。電話が来た後にすぐ帰ったってことは、誰かに呼び出されたのか、父親から電話が来て慌てて帰ったのか、電話の相手は分かっていないの？ああ、そのあたりは公表されていない。そうなのね。S さんは、かき氷屋さんの女性店員と別れた後、どこに行ったの？神社の北側出口にいた姿と、駅前のコンビニの前で座り込みながら、飲み物を飲んでいる姿が目撃されている。でもその目撃情報を最後に行方不明となったんだ。そうなのね。それ以降、連絡もつかなかったの？午後10時過ぎに S さんの母親や兄、アルバイト先の店員が電話したが、呼び出し音が鳴るだけで応答はなかった。アルバイト先の店員は、翌日のアルバイトのシフト変更を伝えるために、12時過ぎに再び電話をしたが、その時は呼び出し音すら鳴らない状態になっていた。午後10時の時点で呼び出し音が鳴ったのに、12時には呼び出し音が鳴らない状態になったってことは、午後10時から12時の間に誰かに、携帯電話の電源を切られた可能性が考えられるわね。その可能性もあるし、携帯電話を壊されたり、県外に連れ込まれた可能性も考えられるだろうな。ともかくそれ以降、S さんの足取りは一切途切れてしまい、3日後に茨城県でマルタイとなって発見されたんだ。
S さんはどんな状態だったの？用水路にうつ伏せで倒れていて、くの字に腰を曲げている姿勢で発見された。S さんが発見された用水路は、幅2メートル、深さ1メートルほどの大きさで、当時は水も流れてなく蓋もされていない状態だった。うつ伏せでくの字？変わった姿勢で発見されたのね。息した時に硬直が始まっていたかどうかで、見方は変わってくるだろうけど、もし車内で襲われた後に、しばらく放置されていたとしたら、座席に座った姿勢で硬直が始まって、くの字に曲がってしまっていた可能性もあるだろうし、犯人が丸太を運ぶ時に腰を持って運んだから、そのような形になった可能性もあるな。どちらの可能性も考えられるわね。丸いんとかはわかってるの？紐のようなもので圧迫されたことによって、亡くなっていて喉や胸には素手で襲われた跡があった。争った形跡や抵抗した跡はなかったの？ああ。通常、襲われた時に抵抗すると、被害者の爪に、犯人の皮膚などが残っている場合が多いんだけど、S さんの爪にはそういったものは見られず、着衣に乱れもなかったことから、不意をつかれたか、顔見知りによる犯行ではないかと考えられた。抵抗する暇がなかったか、抵抗するような相手じゃなかったかどちらかってことね。発見現場には、S さんの所持品はなかったって言ってたわよね。ああ。S さんは事件当日に買った衣類に着替えて、夏祭りに向かったんだけど、家から着てきた衣類を入れた袋や腕時計や携帯電話、バッグなど何も残されていない状態で、それらは未だに発見されていない。S さんの丸太しか犯罪の証拠がないのね。そうだな。S さんが発見された2003年7月9日に、茨城県警は捜査本部を設置して捜査が開始された。警察は S さんの交友関係を中心に捜査したが、S さんの知人の中では疑わしい人物はいなく、事件当日の目撃情報も思うように集まらない状態だった。S さんが神社と近くの駅のコンビニで、目撃された姿が最後ってことは、犯人は夏祭り会場付近で連れ去ったってことでしょ？一体どこで連れ去られたのかしら？ S さんの目撃情報については遺族やマスコミ、警察の発信している情報に食い違いがあって、はっきりしていないんだ。食い違いって？2005年に遺族が作成したチラシには、北側出口から車に乗せられたと思われる、と記載されていたんだけど、その後、茨城県警が作成したチラシには、北側出口から行方不明になっている、と車に乗せられたかどうかは、細かく記載されないようになっている。車に乗せられたっていう情報は、確かじゃなかったのかしら。コンビニでの目撃情報はどこからの情報なの？マスコミだ。ある週刊誌の記事に、駅前のコンビニの前で座り込んで、誰かを待ちながら飲み物を飲んでいる姿が最後、と書かれていたんだ。ただ、警察は神社の北側出口での目撃情報が最後としているから、マスコミが独自の取材で得た情報かもしれないな。なるほどね。どちらが本当なのかしら。どっちが本当なのかははっきりしていないけど、S さんが神社から駅に向かったと考えると、コンビニでの目撃情報が最後と考える方が妥当だろうな。発見当時に S さんは靴は履いていなくて、白い靴下は汚れていなかったことから、室内で命を奪われて車で遺棄されたと考えられた。そうなのね。じゃあ車で犯人の自宅に連れて行かれてそこで襲われたとか？その可能性もあるだろうし、車内で襲われた可能性もあるだろうな。車内だったら靴は履いているんじゃない？高級車や車にこだわりがある人は、車内を汚さないために土足禁止にしている場合もある。そういった車に乗せられたとしたら、車内で靴を脱いでいるかもしれないんだ。なるほどね。じゃあ室内か車内で、靴を脱いだ状態で襲われた可能性が高いってことね。そうだな。ちなみにこの事件の翌年に発生した、茨城県岩井市女子高生丸貝事件は、五日町女子高生丸貝事件といくつかの共通点があると言われていて、関連性を疑われているんだ。どんな事件？2004年6月20日に茨城県岩井市で、当時女子高生の丸太が発見された事件だ。被害者は S さんの発見現場から、15キロほど離れた場所にある、利根川沿いの用水路で発見された。S さんの事件の翌年に起きているのね。被害者が女子高生ってことや、利根川沿いの用水路で発見された点が共通してるわね。共通点はまだある。この被害者も S さんと同様に靴は履いていなく、窒息により亡くなっているし、事件当日は夜から外出していて、コンビニでの目撃情報を最後に行方不明となっている。襲われた方法や、いなくなった場所も共通しているのね。この事件の犯人もまだ見つかっていないの？ああ、怪しいとされたスリランカ人男性がいて、一度逮捕されたが、事件当日のアリバイがあったことや、証拠がなかったことから釈放されている。その後は情報提供を呼びかけているが、未だ犯人特定には至っていない。そうなのね。共通点が多いみたいだし、警察は同一犯と見ているのかしら。
いや、警察は。二つの事件に関連性はないと思う。ときっぱり否定している。でもネット上では共通点の多さから。二つの事件の犯人は同じではないか。と考える人は未だに多いみたいだぜ。事件から1ヶ月後の2003年8月8日には、捜査本部が S さんの着衣の情報などを公開して、捜査には1万7000人もの捜査員が動員されたが、S さんの遺留品や犯行の証拠が発見されていないことから捜査はかなり難航した。証拠が少なかったから捜査は難航したの？それもあるだろうし他の理由を指摘する人もいる。他の理由って？ S さんの住んでいた場所は東京都で、行方不明になった場所は埼玉県。発見された場所は茨城県といった感じで、事件は一都二県をまたいで発生していることだ。そう言われるとそうね。事件の管轄はどこの警察署だったの？マルタイが発見された茨城県警だ。だから茨城県警が、S さんが行方不明になった埼玉県内や、S さんの地元である東京都を捜査することになってしまったんだ。広範囲にわたる捜査になったのね。ちなみにこれの何が問題なの？もし埼玉県警の管轄となっていたら、土地勘のある捜査員が捜査できたかもしれないし、それによって新たな証拠や証言が出てきた可能性もある。管轄外の捜査となったことが、捜査が難航した理由と指摘する人もいるんだ。そうなのね。捜査がなかなか進展しないことから、事件から4年後の2007年7月2日、警察庁は、五日町女子高生丸貝事件を、特別報奨金制度の対象事件に指定した。特別報奨金制度って？捜査特別報奨金制度は1950年に始まった制度で、警察庁が指定した未解決事件や丸人などの、凶悪犯罪の犯人逮捕につながる情報提供をした人に、報奨金が支払われる制度だ。そんなに昔からある制度なのね。いくらくらいの報奨金が設定されるの？一件あたり300万円が一般的な金額だけど、中には遺族が私的に報奨金を提供して、上乗せされるケースもある。今回の事件では報奨金はいくらになったの？一般的なケースと同様に上限300万円となった。この制度に加えて2021年4月に茨城県では、この事件を含めた4つの事件に対して、自治体報奨金制度という独自の制度を導入して、有力な情報を提供した人に5万円の報奨金を支払うとした。自治体が事件解決のために予算を投入する例は全国初のケースだった。警察庁と茨城県の2つで報奨金がかけられたのね。ちなみに報奨金制度の期間は1年間と定められていて、1年間で捜査が進展していないと延長される場合もある。今回の事件でも捜査が難航したことから、報奨金制度の期間は延長された。報奨金がかけられたことで、情報提供の数は増えたの？いや、2008年時点での目撃情報はわずか14件で、その後も2009年までに数十件程度だった。それ以降も報奨金の期間延長はされたが情報は増えず、2009年7月12日を最後に情報提供は途絶えてしまった。夏祭り人出があって大勢人がいたんだから、もっと目撃情報があってもいいはずなのに、報奨金の対象事件となっても、有力な情報は集まらなかったのね。目撃情報の少なさと、遺留品などの証拠がほとんど出てきていないことが、捜査が難航した大きな原因だろうな。事件の捜査はまだ続いてるんでしょ？報奨金は今もかけられているの？この事件の捜査特別報奨金制度は、2016年度で打ち切りとなってしまった。でもその代わり私的懸賞金対象事件の対象事件として、500万円の謝礼金がかけられているんだ。私的懸賞金って？私的懸賞金とは、特別報奨金制度以外でかけられる懸賞金のことだ。この事件では遺族が立ち上げた会によって、私的懸賞金が設けられていて、警察が報奨金制度を打ち切った後も、事件を風化させず情報提供を呼びかけている。報奨金制度の対象外となっても、遺族のなんとか情報を集めたいという思いで、懸賞金がかけられ続けているのね。S さんが行方不明になった神社から、マルタイ発見現場までどれくらいの距離があるの？夏祭りのあった埼玉県草加市の神社付近から、発見現場の茨城県五日町までは、約40キロで車だと1時間ほどの距離で、現場は民家が点在する利根川沿いの農村地域だ。人口は約8000人で、茨城県で一番小規模の市町村となっている。木などは少なく見通しは良いが、昼間から車通りの少ない場所だった。そうなのね。車通りが少ないってことは、大通りに面した場所じゃないの？ああ。ただ行方不明となった草加市の神社付近から、発見現場まではほぼ一本道で、国道4号線をひたすら北上して脇道に入ると到着することから、アクセスしにくい奥地にあるというわけでもない。S さんが行方不明になった場所から、行きやすい場所ではあるのね。
ちなみに国道4号線を北上していくと利根川があって、そこを越えると茨城県に入るんだけど、五日町はその県境に位置する地域だった。じゃあ利根川を渡った先に五日町があったの？いや、五日町は利根川を渡る手前にある地域なんだ。え？だって川の手前は埼玉県なんじゃないの？五日町は茨城県の市町村で、唯一の利根川以南の飛び地となっているんだ。それって埼玉県の中に、ポツンと茨城県五日町があるってこと？そういうことだ。本来なら利根川を挟んで北が茨城県、南が埼玉県となっているんだけど、この地域は、茨城県で唯一利根川の南に位置している飛び地状態の町だった。平成で市町村の大合併が増加した時代では、五日町と埼玉県幸手市との合併の協議も進められたが、結局成立せず今も茨城県のままとなっている。五日町だけ特殊な地域なのね。どうして犯人は利根川を渡らずに、五日町で丸太を遺棄したのかしら。確かに利根川を渡ると茨城県境町という、森林も多く隠すには好都合な立地が広がっていた。そうなの？少し行った先にそんな場所があるのに、どうしてあえて見通しの良い場所に遺棄したのか。余計に疑問だわ。これは推測だけど利根川などの大きな橋には N システムと呼ばれる、自動車ナンバー読み取りシステムが設置されている場合が多いんだ。でも利根川の手前の五日町であれば、N システムを通過することなく丸太を遺棄できる。もしかしたらそういった情報に詳しい犯人が、あえて五日町を遺棄場所に選んだのかもしれない。だとしたら犯人は、その道路を頻繁に利用している人間になるわね。S さんが行方不明になった八塚駅周辺はどんな場所なの？八塚駅は普通電車のみの停車駅に関わらず、1日平均3万5000人ほどの乗客がある駅で、駅周辺はスーパーや薬局、美容院や飲食店などもある。結構賑わっている駅なのね。当日は夏祭りがあったから人もたくさんいたでしょうね。八塚駅周辺の治安はどうなの？草加市は埼玉県の市町村の中でも、4番目に犯罪件数が多い町で、特に事件当時は、外国人のひったくりなどが多発していたらしい。治安はあまり良くなさそうね。それと八塚駅には普段から、ハント族と呼ばれるナンパ目的の車も多くいたんだ。さらに S さんが行方不明になった日は、夏祭り当日ということもあって人も大勢訪れていて、県外からもナンパ目的の車が訪れていたらしい。夏祭りに訪れる客狙いで、ハント族が増加していたのね。じゃあ S さんは、ナンパ目的の車に連れ去られた可能性もあるわね。S さんは15歳という年齢の割に、身長も高く目立つ容姿だったから、ハント族に声をかけられていた可能性はあるだろうな。今までの情報をまとめると、S さんは夏祭りの後に行方不明になって、誰かの家か車内に連れ込まれた後、命を奪われた可能性が高いってことよね？そうだな。発見されたのは、行方不明になって3日後だったけど、命を奪われてからどれくらい経っていたのかしら。それが推定時刻に関する情報は、どこにも公表されていないんだ。だから S さんがどの時点で、命を奪われたのかは分かっていない。推定時刻だけじゃなくて、S さんが最後に電話していた相手や、体にどんな手がかりが残っていたかも、警察から公表されていないわよね。そうだな。電話の通話相手は、携帯電話がなくてもわかるはずだから。通話相手のアリバイを確認して、犯人じゃないと判断したから、公表しなかった可能性もあるだろうな。すでに解決済みってことね。それにしても、事件に関する情報が少ない気がするんだけど、理由はいくつかあると思うが、証拠自体が少ないからというのもあると思うぜ。警察が公表できる証拠がないってことね。ああ。あとこれは推測だけど、あまりに情報を公表しすぎると容疑者を逮捕した時に、秘密の暴露を引き出すことができないから、警察が意図的に情報を制限しているのかもしれない。秘密の暴露って？秘密の暴露とは取り調べなどで、犯人しか知り得ない事実を自白することだ。捜査の結果、その事実が間違いないと判断されると、かなり有力な証拠となるんだ。捜査が難航していて情報提供を欲しがるあまりに、捜査の情報を何でもかんでも公表してしまうと、容疑者が逮捕された時に、秘密の暴露となる情報がなくなってしまうからな。そっか、なるほどね。じゃあ警察があえて情報を制限している可能性もあるってことね。そのことは理解できたけど、S さんや家族の行動も謎に感じることがあるのよね。S さんが帰宅時間を過ぎても帰宅していなかったり、家族が捜索願いを出していなかったりだな。ええ、S さんは父親に午後8時に帰るって伝えていたのに、帰らずに駅前にいたじゃない？実は帰宅時間に関しては、S さんが父親に告げていた帰宅時間は、違っていた可能性があるんだ。そうなの？事件当初の2003年7月12日の新聞記事に、午後8時頃に帰ると言われた。と父親の証言が書いてあるんだけど、事件から1週間後の2003年7月17日の記事では、
午後10時頃に帰ると言われた。と内容が変わっていたんだ。どういうこと？父親が嘘をついていたの？供述が変わった理由については、わかっていないんだけど、父親が嘘をついたわけじゃなくて、ただ単に記憶違いをしていて、後日修正した可能性の方が高いと思われるぜ。例えば普段は8時が門限だったけど、この日だけは帰るのが午後10時頃になると、連絡をしていたとかな。そっか。午後10時が帰る時間だったとしたら、午後10時過ぎに母親や兄から電話が来ていた理由にもなるわね。そうだな。そしてもし午後10時に帰る約束をしていたとしたら、午後9時10分頃に電話をした後に時計を見て、帰らないとと思った S さんが、急いで神社を後にしたという見方も出てくる。確かに、8時に帰るって言ってたのに、9時過ぎまでいたのは少し不自然だものね。そう考えると電話を切った後、帰ろうとしたのも説明がつくわ。その後は慌てて帰ろうとしたが駅の方向がわからず、北側出口から出てしまって、そこに偶然居合わせた車に、急いでいるなら車で送ってあげると言われて、車に乗ったかもしれないし、電話をかけてきた相手に送ると言われて、待ち合わせて車に乗り込んだかもしれない。どっちの可能性も考えられるし、コンビニで声をかけられた可能性も考えられるわ。連れ去られた場所ははっきりとしていないけど、車で連れ去られた可能性は高いと言われているぜ。でももし連れ去った車が S さんの知り合いだとしたら、警察はとっくに捜査しているはずじゃない？ S さんの周囲が把握している交際関係ならな。S さんは高校にほとんど顔を出していないから、高校の同級生も高校側も、S さんの交友関係は把握していないんだ。だから、周囲の知らない交友関係があった可能性も大いに考えられる。屋台の店員に話しかけるくらい社交的だったら、交友関係も広そうよね。そうだな。もし仮に家族も同級生たちも知らない交友関係の中に犯人がいた場合、探し出すことは難しくなってくる。そうね。まだ謎はあるんだけど、もし犯人が顔見知りだったとして、何の目的で S さんを襲ったのかしら。衣服の乱れなど乱暴された形跡がないことから、金銭目的の犯罪ではないかという見方もある。S さんはお金を持っていたの？ S さんはロレックスと書かれた腕時計をしていたことや、腕時計をしていたはずが、わざわざ外した状態で発見されていることから、時計を狙った犯行もあり得ると言われているんだ。ロレックス。S さんはそんな高級腕時計をしていたのね。いや、同じ方が警察のホームページにも載っているんだけど、メーカーの記載がないため模造品だと考えられる。だから犯人が腕時計目的で S さんを拉致したものの、時計が偽物だと知って、怒って命を奪った可能性も考えられる。ただこれらはあくまで推測だ。もし物取りではないとすると、S さんと最後に通話した人物が犯人で、証拠隠滅のために携帯電話を処分したとか、時計やバッグをプレゼントした人物が犯人で、自分に繋がる証拠を隠滅しようと処分したとかだな。自分に繋がる証拠を残さないように、S さんの所持品を持ち去ったってことね。そうだな。ただこれもあくまでも推測だ。証拠や情報が少なすぎて、あらゆる可能性が考えられるから、いろんな犯人像は思い浮かぶけど、どれも絞り込むまでには至らないわ。容疑を絞りきれないから、いろいろな推測ができてしまうな。こうして考えれば考えるほど、謎の多い事件だということがわかるな。事件はまだ未解決のままなのよね。ああ。事件から19年経過した2022年6月29日。茨城県警が定例会見で S さんが行方不明になった日の午後6時半頃の姿を映した防犯カメラの映像を公開した。そこには S さんが電話をしながら買い物をする姿が映っていた。茨城県警は、些細な情報でも事件解決に結びつくかもしれない。積極的な情報提供をしていただけることを願っている、と情報提供を求めた。事件から19年経って防犯カメラの映像を公開って、どうしてこんなに情報公開が遅れたの？遺族が顔写真の公表を承諾しなかったためだと言われているぜ。遺族は防犯カメラの映像が公開される際に、事件から長い年月が経ったが、今でも傷が癒えることない、一日も早く犯人逮捕を願っている、とコメントしている。できれば顔写真は公表したくなかったけど、事件が解決しないからやむを得ず公表したのかもね。事件から20年以上経った今でも、毎年夏祭りの時期になると警察や遺族は、現場周辺でチラシを配っていて、情報提供を呼びかけている。事件を風化させないように今でも活動しているのね。遺族のためにも少しでも、事件につながる情報が得られるといいわね。ということで今回は、五日町女子高生丸貝事件について解説してきたぜ。大勢の人がいる中で行方不明になったのに、情報がほとんど集まっていないことが驚きだったわ。さっきも言ったけど、
犯人の証拠となるものが残っていないことや、遺留品が残されていないことも、未解決の大きな原因だろうな。どんな些細なことでもいいから情報が集まって、事件が解決するといいわね。みんなはこの事件の犯人は誰だと思った？みんなの意見や動画を見た感想を、コメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。この解説が良かったと感じてくれた人は、高評価とチャンネル登録もよろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。